私たちはこれまで建物はほとんど作ったことがなかったので、まだまだ未熟なところはたくさんあると思いますが、特に注目してもらいたいものがあります。それはスライドの左側、黒い密室という建物です。よく見てみてください。わかりにくいかもしれませんが、実はここにはシャーペンの芯を利用しています。また、お店の名前も自分たちで考えています。例えば、フェニックスラーメンという名前のお店がありますが、フェニックスは私たちの学校の学校校舎の名前です。また、メシテツは、メシテツに、ご飯、水に、鉄道の要素を含ませているのを、含ませている名前を考えました。中村屋は、部員の緑の名前を取りました。他にも、原宿に、オルバーが、そのため、安藤も、もちろん自分たちで考えた名前です。このように、作品には、私たちのちょっとした遊び心も含まれています。今回、私たちが、制作した場所は、高知であるため、必ず